北端デッドホース付近のダルトンハイウェイダルトンハイウェイはアメリカ合衆国の道路アラスカ州を通る全長6 6 6トルの道路であるドルトンハイウェイと表記される場合もある北極海へ通じる唯一の道路であり油田開発のために建設され石油パイプラインと並行する道路である初期のアラスカ北部における油田開発に 極地工学の専門家として従事したジェームズ・ドルトンから命名された。ドルトンハイウェイマップ一部区間は舗装されているが、大部分は未舗装である。沿線は人工規格地帯であり、コールドフットなどいくつかの小さな村があるのみである。遠隔地であるにもかかわらず、プルドー米へ多くのトラックが走っている。北極海の数マイル手前にある、 デッドホースのハイウェイ終点から先は、石油会社の指導であり、許可された、車両以外は走行できないが、ツアー会社が、北極海まで客たちを連れて行くことがある。北極熊が周辺で目撃された時は、付近の道路が封鎖されることがある。 http://www.alaska.org スラッシュガイドスラッシュ dalton-highway ありがとうございます。